こんにちは、大橋学院のパーマンです。前回の動画では一人でも考えるきっかけやヒントになるような映画のセリフを紹介させていただいたんですけれど、それが好評だったので今日は第2弾をお送りしたいと思います。ただ最近は戦争とか侵略とかホロコーストとか外科手術とかちょっとヘビーなネタが続いているんで、今日は気分転換にいつもとは違った話題を扱ってみようと思います。今回取り上げる映画はプラダを着た悪魔です。で、今日はネタバレするんで、まだ見てなくてネタバレを避けたい方は鑑賞後にこの動画をご覧になってください。それでは始めますね。プラダを着た悪魔は2006年制作のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ主演の映画です。で、もうこのポスターを見たら一目でわかると思うんですけど、新米がおつぼねとバトルするっていう職場の映画なんですね。で、問題はどんな職場なのかってことなんですけど、映画の舞台はランウェイっていう架空のファッション雑誌のオフィスで、メリル・ストリープ演じるミランダがその雑誌編集長っていう設定なんですよね。で、僕はファッションのこと一切わからないんですけど、全く知らない僕でもこのランウェイっていうのがボーグのことで、ミランダのモデルがアナ・ウィンターっていうのはもうわかりますよね、誰でも。で、主人公はアン・ハサウェイ演じるアンディ・サックスっていう新卒なんですけど、就活が全然うまくいっていない。で、彼女が本当になりたいのはジャーナリストなんですけど、やっと受かる仕事っていうのがミランダのパーソナルアシスタント、つまり個人秘書なんですね。だけど映画冒頭のモンタージュを見れば分かるように、アンディはファッションに全く興味がないんですよね。だからファッション界の女帝であるミランダが誰かさえ知らないんですよね。象形の念なんてこれっぽっちもないんですよね。で、それはなぜか、アンディはインテリなんですよね。まず彼女はノースウェスタン大学を卒業してるんですね。ノースウェスタン大学っていうのはアイビーリーグではないんですけれど、アメリカのトップ校なんですね。ノースウェスタン大学はこれまでに22人のノーベル賞受賞者と42人のピューリツァー賞受賞者を輩出しているし、2022年の全米大学ランキングでは9位、そして2020年度の世界大学ランキングでは22位。ちなみに日本の東大はその年36位、京大は65位です。わかります？だからアンディはむちゃくちゃ賢いんですね。しかも専攻はジャーナリズムなわけですよね。映画のオープニングでアンディがこれから面接に行く準備をしている時に、自分がこれまで大学新聞のために書いてきた新聞記事のポートフォリオをまとめるシーンがあるんですね。で、そこで彼女が書いた記事の見出しが一瞬だけ映るんですけど、一つ目の記事の見出しにはこう書いてあるんですね。Garbage piles grow as negotiations crumble. Janitor's union won't budge. 交渉が崩れるにつれてゴミの山は成長。清掃作業員組合は譲歩せず。次に映るのがこれなんですね。Which bus stops here? More choices than ever for young students.どのバスがここで止まるのか、若い学生にこれまで以上に多くの選択肢。で、最後に映るのがこれ。NU Women Take Back the Night. Hundreds March and Share Stories. ノースウェスタン大学の女性が夜を奪還。数百人が行進し、体験談を共有。Take Back the Night っていうのは、レイプとか DV とか男性暴力に対する抗議運動のことなんですね。だからこうして彼女の取材記事を見れば分かるように、アンディは社会正義に強い関心があるわけなんですよね。で、またアンディの名字はサックスっていうんですよね。これはユダヤ系の名前なんですよね。皆さんもご存知だと思いますけど、投資銀行のゴールドマンサックスってあるじゃないですか。あれは創業者がユダヤ系のゴールドマンさんとサックスさん、だからゴールドマンサックスっていうんですね。ユダヤ系って日本人からすれば白人に見えるかもしれないですけど、ヨーロピアンじゃないんですよね。で、そもそも同じヨーロピアンだと思われていなかったから、ナチスドイツによってユダヤ人が虐殺されたわけですよね。もちろんアメリカで虐殺が起きたわけではないですけれど、ユダヤ系アメリカ人もアメリカで差別されてきた歴史があるわけですよね。だからユダヤ系アメリカ人にはそういう文化的歴史的背景があって、リベラルな人が多いんですよね。そして現に彼らの7割は民主党支持者なんですよね。だからアンディは正義感が強くて、リベラルでインテリでジャーナリスト志望なわけですよね。そして大学時代にはアメリカ社会が抱えている様々な問題について考えてきたり取材してきているわけですよね。それに比べたらファッション業界なんて表面的で中身がなくて浅はかな産業だと彼女は思ってるわけなんですよね。で、やっぱりアン・ハサウェイって綺麗じゃないですか。だからその上辺だけ見ていたら実感がなかなか湧かないかもしれないですけど、この超高学歴なアンディっていうキャラクターは編集長のミランダも他のスタッフも全員アホって思ってるわけですよね。
だけどミランダの元で働けば経歴に箔がつくから1年だけ我慢してみんなに合わせることにするんですけど、みんなに対する軽蔑の念を隠しきれなくなる瞬間が来るんですよね。でそのシーンがこの映画の一番の見せ場だと僕は思うんですよね。出版社の会長にプレゼンをしないといけない。だから会長に見せる服のコーディネートを早く決めないといけないのに、ミランダが嫌味っぽく、なんであんたたちは準備ができてないのって言いながらスタッフの雑談を次々に却下していくんですよね。でやっと決まりかけた時にミランダがこのチュチュスカートに合うベルトをよこせって言うんですよね。そしたらスタッフの一人が青いベルトを2つ持ってくるんですよね。それで真剣な顔つきで It's a tough call. 難しい決断だわって言うんですよね。でその2つの青いベルトが普通の人には見分けがつかないぐらいそっくりなベルトなんですよね。だからミランダたちが真剣に悩んでいるのがアンディの目にも、この映画を鑑賞している僕たちの目にもものすごく滑稽に映るわけですよね。でさっきも説明したようにアンディはこれまで大学生の時から労働問題、教育、女性の権利などアメリカ社会が抱える問題について考えてきたり取材してきているわけですよね。その一方で目の前にいる着飾った女性たちはベルトを一つ選ぶのに難しい決断だわってガチで言ってるわけじゃないですか。だからアンディは思わずって鼻で笑っちゃうんですよね。でそのシーンは脚本でこう描写されてるんですね。Andy lets out a little giggle, and it's like she set off a grenade. Slowly, everyone turns to her. Andy はクスクス笑う。それはまるで彼女が手榴弾を放ったようだった。ゆっくりと誰もが彼女の方を向く。そしてミランダが、何がおかしいのって言うんですよね。そしたらアンディがビビりながら言うんですね。No, no, no, nothing. It's just that both of those belts look exactly the same to me. You know, I'm still learning about this stuff, and いや別にそんな何でもないんですが、私にはその2本のベルトは全く同じに見えるんです。こんなのはまだ勉強中なので。するとミランダはアンディが着ているブルーのセーターに目をつけてこんなスピーチをするんですね。 This stuff? Okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back.But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent who showed cerulean military jackets. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fish it out of some clearance bin.However, that blue represents millions of dollars and countless jobs, and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry, when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. こんなのですって。わかったわ。あなたは自分には関係ないって思ってるのね。あなたが家のクローゼットから例えばその冴えないブルーのセーターを選んだのは自分は身につけてる服なんて気にしないほど真面目な人間なんだって世界に伝えようとしてるからでしょう。でもあなたが分かってないのはそのセーターはただ青いだけじゃないってこと。それはターコイズでもないラピスでもないセルリアンよ。どうせ全然知らないでしょうけど2002年にオスカー・デラ・レンタはセルリアンのソワレを発表してる。それにイブ・サンローランだったかしら、セルリアンのミリタリージャケットを発表したのは。セルリアンは8人の違うデザイナーのコレクションに登場したの。それからデパートに染み込んでどっかの悲劇的な安い服屋にまで浸透した。あなたはきっとそこにあった在庫一掃セールからその青いセーターを釣り上げたのよ。でもね、その青は巨大市場と無数の労働の象徴なのよ。それなのにあなたは自分の選択はファッション業界とは無関係と思ってるのが皮肉よね。実際にあなたが着てる服はこの部屋にいる人間によってこんなのの山の中からあなたのために選ばれたものなのに。このセリフすごいですね。めちゃくちゃ説得力のあるスピーチですね。これもし日本の映画やドラマだったら別の展開になっていたと思うんですよね。まず日本の演出だったら切れると思うんですよね。プラダを着た悪魔が公開されたのが2006年なんですけど、その3年前に日本で放送されたドラマで伝説のマダムっていうのがあったんですよね。それは桃井かおりがクライアントにオーダーメイドのウェディングドレスを作るって話なんですけど、お約束の着れるシーンがあって桃井かおりがこう言うんですよね。あのね、ウェディングドレスっていうのは純白の戦闘服なのよって。で、そのセリフ自体は悪くないんですけど、アンディみたいな超高学歴のインテリをギャフンと言わせることができるかといえば無理だと思うんですよね。
だって自分がアホだと思っている人に感情的になられても余計アホに見えるだけじゃないですか。それに純白の戦闘服っていう日は確かに面白いですけど、ファッションを完全に見下している人の考えを変えるほどのパワーを持ち合わせてはいないと思うんですよね。だけどミランダのスピーチにはそのパワーがあるんですよね。なぜなら3つのことを同時に伝えているんですよね。1つ目は真の権力を持っているのは誰か。このシーンの始めではミランダがおつぼねとして緊迫した空気を作り上げていたわけですけど、アンディが鼻で笑うことでそれをぶち壊すわけですよね。つまりミランダは支配権を奪われるわけですけど、それを瞬時に奪い返すために彼女が取った行動は何か。それはアンディがいかに無力な存在であるのか説明するってことなんですね。あなたが着ているそのセーター、自分で選んだと思ってるみたいだけど、本当に選んだのはあなたじゃない、この私っていうんですよね。つまり服に関してアンディ自身が持ってると思い込んでいた主体性なんてそもそもないってことなんですよね。この世界で流通している服に関する全ての権力を持っているのはこの私なんだってことを見せつけてますので。2つ目は知性があるのはあなただけじゃない。さっきも説明しましたけど、高学歴でインテリのアンディはオフィスで働いている人たちが全員アホって思ってるわけですよね。だから鼻で笑われて自分が見下されているのを瞬時に理解したミランダは当然知性で対抗するんですよね。映画終盤のセリフにも出てくるんですけど、ミランダはアイスクイーンなんですよね。氷の女王なんですよね。だから感情的になったりしないんですよね。ちゃんとしたエビデンスを出して自分たちが世界に与えている影響をロジカルに説明するんですよね。しかも途中 trickle down っていう表現を使ってるんですけど、これもトリクルダウン理論っていう経済用語から来てるんですね。3つ目はファッションはすごい。アンディはファッションなんてくだらないと思ってるわけですよね。だけどその青は巨大市場と無数の労働の象徴っていうわけじゃないですか。だからミランダのスピーチってアンディがファッション業界に対して持っていた偏見や思い込みを完全論破してるんですよね。まあただ一歩下がって考えると、この映画が公開されたのって2006年ですよね。で今って2022年じゃないですか。だから今の世の中で起きていることを考えると、ミランダのスピーチって16年前の当時ほどの説得力はもうないと思うんですよね。っていうのが今って SNS の時代ですよね。雑誌にかつてほどの影響力なんてないじゃないですか。オフィスでアンディの味方になってくれるスキンヘッドのナイジェルっていうキャラクターがいるんですよね。で彼がこう言うんですよね。 You think this is just a magazine?、Hmm?This is not just a magazine. This is a shining beacon of hope for, I don't know, let's say a young boy growing up in Rhode Island with six brothers, pretending to go to soccer practice when he was really going to sewing class or reading Runway Under the Covers at night with a flashlight. これがただの雑誌だと思うか? いや、そうじゃない。これは輝かしい希望の光だ。誰にとっての希望の光と言えばいいのかな?まあ、例を挙げるなら、ロードアイランドで6人の兄弟と育った男の子だよ。サッカーの練習に行ったふりをして、実際には裁縫教室に通って夜は毛布に隠れて懐中電灯をつけてランウェイを読むような男の子さ。このセリフがどういうか説明したいんですけど、これはナイジェルが遠回しに自分の過去を説明してるんですね。でまあ言うまでもないんですけど、ナイジェルはゲイなんですね。で世代的にベイビーブーマーなんですよね。だから彼の少年時代にゲイライツなんて当然ないわけですよね。またこの世代は6人兄弟、7人兄弟、8人兄弟なんてザラなんですけど、彼に6人の兄弟がいたっていうのはちゃんとした意味があるんですよね。もしお姉ちゃんがいれば少女向けのおもちゃや雑誌に触れる機会がありますよね。だけど本人を含めた7人兄弟の家で育ったってことは、家の中は完全男社会だってことを意味してるんですよね。だから裁縫を習っていることも、フェミニンなアイテムを持っていることも絶対にバレてはいけないんですよね。だから家族が寝静まった後に隠れてファッション雑誌を読んでいたんですよね。そんなゲイのナイジェルにとってランウェイっていう雑誌はバイブルだったんですよね。だけど今の時代、ゲイの男の子にせよストレートの女の子にせよ、ファッションが好きな子は雑誌なんて買わないんですよね。スマホで SNS にアップされたモデルの写真を見るわけですよね。でまた痩せすぎのモデルは女の子にとっていいロールモデルではないから、プラスサイズのモデルをフィーチャーされたり、ビクトリアシークレットのモデルにもダウン症のプエルトリコ人が選ばれたのも最近話題になりましたよね。で、デビュー当時はゲテモノ扱いだったカーダシアン姉妹も今ではエースとスターとして認めざるを得なくなったわけですよね。そうして SNS の時代、ますます経済格差が広がっている時代、多様性が求められる時代、そんな時代にファッション業界も雑誌業界も生き残ろうと必死ですよね。でまたもう一つ時代を感じたことがあって、それはニューヨークなんですよね。映画の都といえばハリウッドですよね。一方でニューヨークはブロードウェイがあるから舞台の街だし、出版社が集中しているから文学の街でもあるんですね。だから作家やライターが登場する映画やドラマってニューヨークが舞台であることが多いんですよね。例えばユー・ガット・メール、
これもニューヨークが舞台の映画なんですけど、トム・ハンクスは大型書店の御曹司役で、メグ・ライアンは街角の本屋さんを経営していて、メグ・ライアンの彼氏はニューヨークの新聞記者なんですよね。またセックス&ザ・シティの主人公のキャリーもニューヨークのコラムニストですよね。ゴーンガールのベン・アフレック演じるニック・ダンは元ライターですし、妻のエイミーと出会う場所もレイオフされるまでライターとして活動していた拠点もニューヨークですよね。しかもエイミーの両親は絵本作家なんですよね。で、セックス・アンド・ザ・シティに話を戻したいんですけど、この時代はバーの中がまだ禁煙じゃなかったし、世界貿易センタービルがまだ建ってたんですよね。で、今ってブルックリンにもおしゃれな街として認められているエリアがあるんですけど、セックス・アンド・ザ・シティの時代はマンハッタンに住んでいる人がブルックリンに引っ越すのは都落ちに等しい描かれ方をされてるんですよね。で、またドラマの中でキャリーはウェスト・ビレッジに住んでいたんですけど、今だったら家賃高すぎて絶対無理ですよね。で、プラダを着た悪魔でも新卒のアンディがレストランで働いている彼氏とマンハッタンのアパートに2人で住んでるんですけど、2006年当時でもちょっときつい設定じゃないかなと思うんですよね。ただやっぱりどれだけ家賃高くても未だにマンハッタンに住むっていうのがステータスなんですよね。だから若くてお金がなくても狭いアパートで3人や4人でぎゅうぎゅう詰めになってでもマンハッタンに住みたい地方出身者たちがいるんですよね。だからいろんな意味でプラダを着た悪魔で描かれているニューヨークって今はもう存在しないと思うんですよね。まあ、今日はプラダを着た悪魔の制御を解説しましたけど、普通によくできた映画だと思うんで、女性だけじゃなくって男性も楽しめると思うんで、まだ鑑賞されてない方は英語の勉強がてらにぜひチェックしてみてほしいですね。それではこの動画が勉強になった、参考になったという方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございます。